まあこれアンダースローならではのグローブのこだわりだと思うんですけれども、やってる人他にもいるのかな。はい、今回はですね、グローブ、私が現役時代に使っていたグローブをちょっと紹介したいなと思います。はい、このグローブなんですけれども、アントラーというメーカーで作らせてもらいました。まあ、ピッチャー用のグローブとしては少し小さめに作ってもらったんですが、通常より15ミリ短くしています。話によると内野手用より5ミリ短いそうです。内野手よりもちっちゃいグローブということになりますね。親指のところには徳島時代の背番号13番とローマ字で名前を入れさせてもらってます。で、ここのウェブの右下のところにですね、マークを入れさせてもらってるんですけれども、これ茨城県の県のマーク、茨城県の県の花がバラなんですけど、それをモチーフとしたマークを入れさせてもらっているんですが、まあ面白いことにですね、私が徳島時代鳴門市に住んでいたんですけれども、鳴門市のマークが下に向けた、これが鳴門市のマークだったんですよ。鳴門の渦潮形をモチーフとした市のマークだったんですけれども、まあ茨城県民だし鳴門市に住んでるしということで、まあこれは入れないわけにはいかないだろうということで入れてもらったんですが、非常に気に入ってます。で、色はこれネイビーですね。ネイビーに青い糸で縫ってもらっています。で、グローブ中、これ縦閉じにしてもらっていて、土手が崩れないようにしてもらってますね。で、グローブの形は人差し指のところ、こう折り曲げてこうやって潰すような形、これで自分の型にしているんですけれども、グローブをちっちゃくした理由、大体の人に聞くと、グローブを小さくする理由っていうのは小回りを効かせる、ボールを取った後に握り替えを早くするためにちっちゃくする人が多いらしいんですけれども、私ちょっと違うんですよ、小さくした理由が。で、なんで小さくしたかと言いますと、まあ私アンダースローだったんですけれども、投げる時に地面にグローブがするんですよ。投げる方じゃなくて、私そんなにリリースが低い方じゃなかったので、利き手があんまり地面にすらなかったんですけど、このグローブがね、どうしても擦っちゃう時が多くて、まあ、これがすごい嫌だったんですよね。で、ピッチャー用って大体大きいじゃないですか。あ、ちょっとグローブをちっちゃくすれば地面擦らなくなるんじゃないかっていう、そういう考えで小さくしました。まあこれアンダースローならではのグローブのこだわりだと思うんですけれども、やってる人他にもいるのかなっていうね、グローブちっちゃくする人、まあ大体小回り効かせるためだと思うんで、地面にするから小さくしてほしいっていう要望をね、聞いてくださってありがとうございます、アントラーさん。で、このアントラーさんのグローブの革っていうのがすごいしっとりしてて、で、これも私が現役の時だったので、3年以上前、まだずっとしっとりしてるんですよ。もちろん現役やめて使う頻度は少なくなったんですけれども、まあ、それでもキャッチボールとかよくやってたりしたので、このずっとしっとりが保つこの革質、すごい私は気に入っていて、大学時代もこれと違うグローブでオーダーさせていただいて、すごい感謝してます。メジャーなメーカーではないので、ネットとかで調べてみるといろんな情報があると思いますので、気になった方調べてみてください。すごいいいグローブです。で、グローブの中にですね、刺繍入れさせてもらったんですけど、見えるかな、本気ですれば何でも面白いっていう言葉を入れさせてもらってます。これは私が高校時代の時に練習の前にみんなで整列して大声で叫んでいた本気という言葉があるんですけれども、その中の一節で本気ですれば何でも面白いっていう言葉がありまして、ですごいいい言葉だなと思うんですよね。やっぱり楽しんでそれに熱中して本気でやってれば何でも面白くなるんですよね。勉強でもそうだし、まあ、ゲームでもそうじゃないですか。本気でしてるとあっという間に時間が過ぎてすごい面白いじゃないですか。で、その言葉にすごい感銘を受けて、高校以来この言葉を座右の銘として大切にしていたので、ここに入れさせてもらったんですけれども、まあ自分でもめちゃくちゃ気に入ってます。はい、今回はグローブを紹介させてもらったんですけれども、もちろん一人一人こだわりのメーカーがあったりとか、大きさ、形と握り方、いろいろこだわるポイントがあると思いますので、自分がずっと野球をやっていて、まあ、行き着いた形っていうものがグローブに現れてくると思いますので、いろんな人のグローブ見てみるとその人の特徴が分かって面白いんじゃないかなと思います。ぜひ自分にとって最高のオンリーワンのグローブを作り上げてみてください。それでは。
ー。